暑い、汗が止まらない。僕を見るな。抵抗ペンギン、汗っかきあるある。ねえ、この部屋暑くない？そうですか？普通に適温だと思うが。お、パンダさん大丈夫か？尋常じゃない汗の量だぞ。なんか最近やたらと汗かいちゃうんだよね。代謝が良くなった証拠かな。お肌がツヤツヤになっちゃう。全身毛むくじゃらだろ。というかそんな健康的な感じじゃないですよ。どこか具合でも悪いのか？やっぱりそう思うよね。病院行っても原因わからなくてさ。それは辛いな。僕どうなっちゃうの？気にしすぎる。この、止まれ止まれ。発汗は生理現象だ。体調が悪くないならあまり気にしすぎるな。そんなこと言われてもベタベタで不快なんだよ。ストレスを感じると交感神経が優位になって汗腺の働きを活発にすることがあるらしいが。なんだ、ならよかった。何がだ？だって神経を新しいのに交換すればいいわけでしょ。交換だけに。寒いギャグで汗引っ込めようとしてる。交感神経は交換できるものじゃないぞ。もしかしてブラックな某企画で働いていることが関係しているんでしょうか？散々仕事サボりまくってるのに。それもそうですね。大体精神的な問題を抱えている人全員が多汗症になるわけではないからな。じゃあやっぱり原因不明？今のところはな。そんな、気になりすぎてますます止まらないよ。悪循環だな。匂いが気になる。お前ら休まず働いてるか？なんかこの部屋臭いぞ。行く。おお、パンダ、すごい汗だな。匂いの原因はお前か。よし、パッペーズかけてやろう。シュ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 。別にパンダさん臭くないですよね。ペンパイ気になりました？いや、俺も特に。いや、確かに匂うな。おい、女子。匂いの原因はお前だ。なんだと？まさか昼に食ったドリアンとニラたっぷり餃子定食のせいか。平日の昼間にそれ食う。パンダさん大丈夫でしょうか？そんなこと気にするパンダじゃないだろう。お前はもう少し気にしろ。パンダ、さっきの匂いは上司のせい。そんなにスプレーしなくてもいいだろう。僕汗っかきになっちゃったから臭いでしょ。そんなことないですよ。絶対嘘。僕の可愛さに免じて気を使ってくれてるだけ。こんな汗かいて臭くないわけないよ。もうなんで止まらないの。おい、もういいだろ。落ち着いてくださいパンダさん。二人とも僕が臭すぎるからむせてるし。スプレーと被害妄想を負け散らすな。書類に記入できない。お前ら書類仕事だ。やる気が伝わるように全部手書きでやれよ。 PC の方が早いのに。非効率的すぎる。できたぞ。自分はもうちょっとかかりそうです。パンダもまだか。どうしよう、汗で書類がびちょびちょ。おい、早くしろ。仕方ない、もうこれで出すしか。できました。なんだこれは、にじんで読めないぞ。書き直せ。はい。またぐしょぐしょに。落ち着け落ち着け。もうダメだ。おい、これ本当に PC でやっちゃダメなのか？それじゃ気持ちが伝わらないだろう。このままじゃ内容が伝わらないぞ。服を選ぶ。次の日。キリキリ働いてるか？上司さん、そのシャツ似合いますね。そうだろうそうだろう。ママが選んでくれたお乳なんだ。ナチュラルにマザコン。お前たちもたまにはイメチェンしたらどうだ？俺たち基本全裸だから。でもパンダさんは SNS でおしゃれな服とかよく見てますよね。昔の話さ、僕はもうおしゃれとかできないから。そうなのか？だって水色とか派手な色の服って汗が目立つんだもん。グレーとか中間色も汗染みが目立つよな。もう白と黒の服しか着れないよ。今の着モノクロなんてダサいよね。俺ら素でモノクロなんだが。握手できない。では打ち合わせは以上ということで。はい、今後とも末永くご贔屓に。いや、僕はちょっと。何を言ってんだ、失礼だろ、握手しろ。もう、すみません、僕、出汗すごくて。緊張してるんですよね。
大丈夫ですよ。肩の力抜いてくださいね。ああ絶対内心笑ってる。もう嫌だ。人に近寄られるのが怖い。まだ手汗のことを気にしてるのか。大丈夫、営業はうまくいったんだ。でも、すみません、暑さでちょっとクラッとしてしまい。いやいやいや、こちらこそ臭くてすみません。僕なんか見た目が世界一可愛いだけのスメハラ怪獣なんで。なんだそのいびつな自己評価は。別にそんなことないですよ。私鼻が敏感なんですけど全く臭くないです。すんすん、こちらの男性の方がよほど臭いです。なんだと、1ヶ月風呂に入ってないだけだぞ。歩く公害じゃないか。もしかして僕本当に臭くない？だから言ったろ、大体汗はもともと無臭なんだ。そうなの？汗が皮脂などと混ざり、それを細菌が分解することで匂いが発生するんだ。日頃からケアをきちんとしてれば多少汗をかいても匂わないぞ。もうそうならそうと早く言ってよ。あー、なんか気が楽になったよ。楽になった途端横柄になるな。ま、病んでるよりはマシか。あなたこそふさわしい。ぜひうちの商品の広告に出てください。え？もう汗なんて気にしない、僕に自信をくれるスプレー。なっはっは、よーく映ってるじゃないか。あの CM のパンダです。営業も回りやすくなって大手柄だ。ありがとうございます。ねえペンギン、今日仕事が終わったらさ、ザギンでシースーしない？あ、ごめん、つい業界横出ちゃった。絵に描いたように調子に乗ってるな。うん、絶好調だよ。自信が持てるようになったからかな、自然と汗も出なくなったんだ。それは良かったな。けど代わりに溢れ出しているものがあるぞ。何？おごり。お前ら喜べ、新しい社員が配属されるぞ。24時間365日働く有能だ。何そのエリート社畜。だが日光を浴びるとケルから注意しろよ。幽霊でも雇ったのかな。次回、太陽の光を浴びると消滅する体。お前らもすぐ同じ体にしてやるからな。もうやだこの会社。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。